はい、どうも皆さん、こんにちは、のうちです。というわけでね、えー、今日はですね、鬼滅の刃、刀鍛冶の外、縁台茶のね、まあ、見どころシーン見ていきたいなと思うんですけども、まあ、原作でいうところの98話から101話まで行くんじゃないかなと考えております。というわけでね、えー、早速見どころシーン見ていきましょう <noise> はい、ということでですね。まあ、まず見どころシーン一つ目なんですけども、こちらということでね。まあ、今回のスタートはですね、なんと上限の鬼のパワハラ会議からだよということで、いや、めちゃめちゃ豪華だね。遊楽編の第一話より全然違うですね。いや、これが一番最初っていうのがやばいっすね <laughs>。いや、ま、前回ね、見どころシーンについてはいろいろお話ししたんで、まあ、省略するんですけどもえ、上限の鬼のパワハラ会議はね、マジで楽しみなんでね。いや、ほんとここはね、見たいですね。早く見たい。もう早く見たい。早 早く見たいですねまあてな感じですねまあ、パワハラ会議ほんと楽しみですで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでねえなんとですね炭治郎の夢の中で次国頼一さんとねまあ、住吉さんが会話をしてますよということでまあ結構鬼滅の刃の真相に近づいてきた感ありますけどもえ今回ですね初次国頼一さんっていうねまあ顔がちゃんと出てくるシーンがあるよということでねまあこんな感じなんですけどねいやーちょっとこれはね嬉しいですね僕はや とね、より一の顔を見れるんだなということでね、いやー今までね、より一さんっていうのは登場してはいたんですけども、まあこんな感じでね、ドアップで顔が映されることはあんまなかったんで、まあ今回ですね、ちゃんと顔が映されますよということでね、しかもちゃんと会話もしますよということで、や住吉さんっていうのもね、初登場ではあるんですけども、それよりもですね、えー、より一さんっていうのがすごく嬉しいですね。でまあ井上和彦さんのアフレコっていうのもしっかり聞けるんじゃないかなとそういう風に思っておりますんでね、いやーちょっとこの辺はね。 嬉しいというかまあこの後ね確かねこれ伏線にはなってるんですけどもまあ皆さんね本当楽しみですよねこのシーンねうーんなんかねちょっとねいいっすよね <laughs> 鬼滅の真相に近づいてきた感ありますよねうんでもってですね続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでねなんとですねカナオがね炭治郎の目覚めを喜びますよということでいやめちゃめちゃ萌えシーンですよいやカナオめちゃめちゃ可愛いシーンですよここうんいやこれはたまらんすねうん単価なファンには本当にたまらないシーン となってまして、もう本当に炭治郎とカナヲのねまあ、愛情というか、まあ、もうこの2人のリア充感っていうのが初めてね。出てくるシーンというかね。まあ、原点みたいなもんすよね。でカナオっていうのがね。2ヶ月間、確か炭治郎が眠っていたんですけども、もまあ、その世話をしてるということでね。まあ、そういったシーンとなってまして。いやーちょっとカナヲな,おなーめちゃめちゃ可愛いんだよなー。なまあ、もうこのシーンに関してはね。本当に数少ないね。カナヲと炭治郎の絡みなんで、本当僕は嬉しいですね。 うん、いや、マジで嬉しい。<laughs> で、まあ、僕ね、単価なめちゃめちゃ好きなんで、このシーンっていうのは本当に楽しみですね。うーん。マジで好き。まあ、そんなシーンとなっております。で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、なんとですね、イノスケを心配する葵ちゃんだよということで、イノスケっていうのはね、遊学園で毒を食らってたと思うんですけども、まあ、その毒がね、解消したと思ったんですけども、結構危なかったみたいでね、まあ、あの、その時に泣いてる葵ちゃんだったんですけども、いや、葵ちゃんもちょっとね、うーん、来てますね、ここね、イノスケと葵のカップル、 いや、この二人もここに伏線があったんだね、ということでね。いや、何気にちょっと動いてますよね。いや、原作だとね、意外と細かくて気づかない描写なんですけども、まあ、アニメ化するとだいぶ表に出るというか、まあ、あこの二人の伏線っていうのがよく見えてくるんじゃないかなと思ってるんでね。まあ、その辺本当楽しみですね。で、まあ、あ明らかにこのシーン見てわかる通りね、まあ、井之助のこと好きですよね。うーん。他のさ、炭治郎とかに関しては、まあ、こういう風な悲しみ方して しないと思うんですけど猪之助の時だけこれ明らかに泣きすぎてるよね <laughs> これ泣きすぎてるよね。うん。ま、そんなですね、イノスケを心配する、葵ちゃんでした。で、続いての見どころシーンなんですけども、こんな感じということで、はい、イノスケはですね、天井に登っていますよ、ということなんですけども、いやー、さっきまで心配されていたのに、何をやってるんだ、イノスケと、いうことなんですけどもね、いやー、いつものイノスケでよかったっすね、って感じなんですけども、なんでここがね、見どころシーンなのか、っていうことなんですけども、えー、それはですね、結構静かにお笑いが展開されているっていうのがね、僕は結構面白いかなと思います。 ましてあの炭治郎とかもね本当に、ね、疲れてますから突っ込むのがねほんと静かなんですよねまあ、そういったところで結構ボケが渋滞してるというかなんかね静かにお笑いが展開されているっていうところがねいいかなと思いましたね伊之助もなんかうるさくない感じでねボケてるというかうんただ張り付いてるだけっていう感じなんですけどねうんそれが面白いんですよねうんっていうことでねなんかあんまり鬼滅の刃の逆シーンではないようなねお笑いということで入れさせていただきましたいやーちょっとねここは見どころですね <laughs> <laughs> まあ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 。うーん、見どころですね、となってます。で、ついての見どころシーンなんですけども、こちらということでね。鋼塚さんからね、手紙が来るんですけども、炭治郎がですね、刀をまたボロボロにして、まあ鋼塚さんに依頼しましたよということで <laughs>、今度はやってくれないみたいですね。さすがにね、短期間でね、刀を何度も何度もぶっ壊してますから、もうさすがに鋼塚さんもね、イライラしてね、うん、お前にはやらねえということでね、まあ呪いのような手紙がね、送られてきてますけども、うん <laughs>。な感じ 感じでね刀鍛冶の里にねまあ、直接自家談判しに行くね炭治郎ということで物語はここから始まりますねはいで続いての見どころシーンなんですけどもこんな感じということでえなんとですね観路寺光さんのお風呂シーンがありますよということでえ最近ちょっと話題になってるね入浴シーンとなっておりますいやーちょっとさーこれさーめちゃくちゃいいじゃないですかーうーんもう男性陣は大興奮のほんとシーンとなってましてーいやーちょっとマジでね観路寺光さんのお風呂シーン これに関してはもう譲れないっすね。マジで楽しみ。うーん、もう関路地みつさんのさ、唯一のちょっとさ、見どころシーンというかさ、関路地みつさんでしかちょっとできないような特有のね、見どころシーンとなってまして、古町忍さんがこういう風にお風呂入ってたら、さすがにやばいなってなるんですけども、関路地みつさんだからこそいいというか、すごくね、関路地さんらしいシーンとなってるんですよね。まあだからね、本当にこのシーンはね、めちゃめちゃ楽しみですね。うーん、皆さんも楽しみなんじゃないかな。 うん、まあま、どれぐらいね、攻めてくれるかっていうところもね、含めて楽しみとなっております。で、続いての見どころシーンなんですけども、こんな感じということで、えなんとですね、かん寺光さんの、え、そんなですね、オッパーがですね、え、こぼれてしまいますよということで、いや、このシーンもですね、大興奮ですね。うん。<laughs> いや、もう本当にさムフフー。ふふーこれに関してはね、もうねずこちゃんも興奮してしまいますね。うん。いや、もうなんなの本当に。炭治郎も興奮してたよ、このシーン。<laughs> さすがにあのね、真摯な炭治郎でさえ大興奮してるね、シーンだったんで、菅路寺さん、父がこぼれてしまいますよと <laughs>。 いうことでね。いや、マジでね、このシーンに関してはね、僕がね、一番楽しみにしてるシーンなんで、もうさっさとも大ちゃんみたいですね。うん、刀鍛冶の里編ね、もうさっさと公開してほしいと。うん、ここはちょっともうやも、う <laughs> やばいかもしれない。うん、同時視聴してるときやばいかもしれないわ。めちゃめちゃ顔見しちゃうかもしれないですね。うん <laughs>、もうそれぐらいね、か路寺光さんのね、ほんともエチエチなシーンでね、もうたまらないですね。うん。で、続いての見どころシーンなんですけども、こんな感じということ

マジで嬉しいんだよね。いや、一応皆さん、この人同期ですからね。炭治郎と同期だからね。うん、なんでそんな出てこなかったんだって感じなんですけども。まあ、刀鍛冶の里編でね。まあ、原野に関しては結構深くね、掘り下げられるということで。まあ、その辺も見どころなんですけども。第一話はですね、まあ、炭治郎と喧嘩しますよということで。まあ、後々のちょっと伏線に繋がってくるというか。まあ、原野の性格っていう部分にね、繋がってくるところなんでね。まあ、この辺は楽しみとなっております。で、ですね、続いての見どころシーンなんです。 ですけどもこんな感じということでえなんとですねこれおかしくないですかよく見てくださいねず子がお風呂に入ってます。<laughs> ええ、ねずこ、のペーとしてますけど、ええ <laughs>、いや、ねずこもお風呂に入るんかい、お前は鬼じゃないんかい、と <laughs>。鬼もお風呂入るのかな <laughs> よくわかんないんですけども、なんかねずこがお風呂に入ってるシーンがあるんだよね。で、これ細かいシーンなんで、アニメ化されるかどうかわかんないんですけども、まあアニメ化してくれたらな、嬉しいなと僕は思ってますね。ちょっと可愛いけど、なんかおかしいなというか、違和感を感じたね、そんなシーンとなっております。はい <laughs>。

いやなんかすごく違和感を感じるうん <laughs>。いやまあ可愛いシーンとなってるからねまあそこはいいんですけどちょっと違和感を感じたねそんなシーンとなってますはい <laughs> で続いての見どころシーンなんですけどもこんな感じということでえこちらのシーンはですね炭治郎と観路寺光さんの会話のシーンとなっておりましてまあ観路寺光さんがね食べてるご飯の量っていうところに結構注目しがちでまあそこが見どころシーンなのかなと思いきや違うんですようん。観路寺光さんとの会話がねめちゃめちゃい,い いいよってなってましてねうん本当に観路寺光さんがね可愛くてねもうね一生会話してたいというねぐらいもうマジで最高のね会話シーンとなっておりましてねいやーこのシーンをですね花澤香菜さんのアフレコでやってくれると考えるとね僕はもう興奮が止まらないというかもう観路寺光さんにね押しが変わってしまうんじゃないかとそれぐらいほんと魅力的なシーンとなっておりましてねなんかね会話してるだけなのにめちゃめちゃいいんだよねうーんなんでこんな観路寺さんはね魅力を感じるんだろうね まあそんなですね魅力的な会話シーンとなっておりますはいでもってですね第1話最後の見どころシーンなんですけどもこんな感じということではいえか寺光さんにですね耳打ちされる炭治郎ということでいやこれさあ羨ましいっておい炭治郎いやちょっと羨ましすぎるわあ,あなんで えー、なんでですかうん。僕たちなんでですかうん。かんろじつさんにさ、僕たちが耳打ちされる人生になりたかったよねうん。なんでですか炭治郎。うん。お前は裏切ったのかああ炭治郎お前はそっちの世界に行っちまったんかいや、もう本当にさ、最高のシーンだよね。うん。主人公視点でね、このシーンを見れるっていうのは本当に最高でね。もう、花沢香菜さんの耳打ちですからね。いや、これはね、ちょっと、小野賢章さんしか味わえないね、もうシーンとなってますんで。 いや、もう本当に <laughs>、ありがとうございます <laughs>。ありがとうございます。いや、そしてね、もうこのさ、キャラクターデザインがめちゃめちゃ可愛いよね。かんろじみつりさんさ、もうさ、原作からこのキャラクターデザインってことは、アニメもっとやばいよね。いや、これに関してはちょっとマジで推し変わっちゃうかもしんないわ。うーん、古町忍さんバイバイって感じだね。うん。いや、もうさ、このシーンを見た人全員がさ、かんろじみつりさんを好きになってしまう。それぐらいのね、もうほんと魅力的なシーンとな やっておりますねいやー、ちょっと楽しみだわ、マジで。うーん。まあ、ということでね、まあ、第一話の見どころシーンはこんな感じなんですけども、いや、意外と見どころシーンありましたね。刀鍛冶の里縁ってさ、割と見どころシーンないんじゃないかなと思ってたんですけども、思ったよりね、ありまして、いや、これ意外と遊覚編よりも見どころシーンあるんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。なんでまあ、次回はですね、第2話の見どころシーンやっていきたいなと思うんですけども、いや、これはね、ちょっとね、どうなるか楽しみです。 ね。うん、まあそんな感じでね。まあ、皆さんのですね。見どころシーンというかね。注目ポイントなんかもコメント欄の方によろしくお願いします。ていうことで、皆さんチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。